このスッポ。ふう、今日もお疲れ様でした。昆布メニューもですが、爆裂丼の調理も随分コツをつかんできました。私も少しずつ仕事に慣れてきたよ。空いた時間は浜辺で優雅に執筆できるしね。だから仕事には文句ないのだが、一つどうしても気になることがあってね。めぐみんもそうだろ？ええ、このクローゼットのことですよね。昨日までは疲れすぎてそれどころではありませんでしたが、封印されし扉を前に解放しないなどという道があろうか。いや、ない。コウマ族たるもの、開けてはいけない扉は開けるのが定め。トウ！あれ、何もないではありませんか。めぐみ、足元だ。何かぬめっとしたものが足に。あれ、取ってください。仕方ないね。これは海藻。昆布ならもう見飽きましたよ。いや、これは昆布じゃない。私も詳しいことはわからないが。他には本当に何もありません。海藻が落ちていただけとは拍子抜けですね。ああ、とんだ期待外れだったね。この海藻は窓の外にでも出しておこう。そうですね。うぅ、親文の灰。さあ、今日も一日頑張るとしようか。昨日はよく眠れましたし、体調は万全です。やっと来たか、コウマの娘たちよ。おはようございます。ん？どうしたんですか？深刻そうな顔をして。あれほど忠告したのに何じらと来た。ああ、もしかしてクローゼットの封印のことかい？もちろん開けたよ。私たちはコウマ族だからね。けれど中には何もなかったし、問題はないだろう。終わりだ。この海を見るがいい。ん？言われてみれば随分海の色が暗いような。ナンジラが封印を解いた結果がこれだ。まったくとんでもないことをしてかしおって。なんだって、あの緑は一体。ワカメである。ワカメ？さよう。ナンジラは封じられたモンスターワカメを目覚めさせたのだ。昆布がこの地の名産品として愛されていることは先日話したな。そうですね、料理も昆布を使ったものが人気ですし。そんな昆布の天敵がワカメである。やつは海中で昆布を食べながらものすごい勢いで成長と増殖をするのだ。なるほど、道理で海が緑色なのですね。なるほど、どころではないわ。ワカメはただ増殖するだけではない。海に近づいたものを。いやー、あの声はカズマです。行ってみましょう。このスーパー。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このスパ、助けて！誰かを！カズマが海に引きずり込まれていますよ！何かに絡みつかれているようだね。まさか、あれが。わさわさ、わさ。
あれこそがワカメである。これほどの大きさに成長しているとは。カズマ、少しじっとしていてくれ。カースドライトニング、わざわざ本体は逃がしたか。カズマ、無事ですか？なんとか、というか、今のやつは何だったんだ？それは、その…一旦、海の家に戻りましょう。そこで説明します。この…スバ！何時を襲ったあれは、この海にかつて生息した脅威のモンスター、ワカメである。ワカメってモンスターなのか？昆布は普通の海藻なのに？というか、昨日までいなかったワカメがどうして今日になって急に出てきたんだ？私たちコウマ族がやるべきことをやった、それだけのことさ。やっぱりお前たちじゃねえか！あのクローゼット開けたんだろ！コウマ族はダメと言われるとついやりたくなるのですよ。ですが、反省は一応しています。すみませんでした！全然反省してるように聞こえないんだが。んで、これからどうするんだ？ワカメの主食は昆布なのだが、何せ食欲旺盛でな、周囲にあるものを何でも捕食しようとする性質がある。特に昆布が暗い色をしているせいか、暗い色のものに反応しやすいのだ。そんな基準で周りを襲うんじゃ、俺みたいに人間が襲われる可能性もあるってことだよな。うん、ワカメを倒さぬ限りこの海は危険、海水浴など早々に禁止されるであろう。そうなれば客は減り、いずれこの海の家も閉店に追い込まれるってことか。そんな、それではアルバイト代はどうなるのですか？先日ウィズの店で腹立ち紛れに割った水晶の弁償代にするつもりだったのです。困ります。お前またそんな迷惑かけてたのか？というか、ワカメが出てきたのはお前のせいでもあるんだからな。ふん、わかりました。倒せばいいのですよ、ワカメなど。だが、奴は海の中に逃げていった。どうにかおびき出すことができないものか。我が輩に一つ、いい考えがある。ただし、この作戦にはコウマの娘たちの協力が不可欠だ。協力してくれるか？ああ、もちろんだよ。元はといえば、責任は私たちにあるからね。ええ、どんなことでもやります。どんなことでもか。その言葉、しかと聞き届けたぞ。また悪い顔してやがる。それでは早速作戦を伝えよう。しかと聞くがよい。このスバ、メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。